あぶねー、焦ったやん、焦ったやん、めっちゃ危ねー、焦ったやん、駆け込みやん。ラスト1分でこの発表はやばいな。あ、ラスト1分だったんですね。ほんとね、発表し始めたらね、ラスト3分だったね。ということで、お疲れ様でした。はい、なんとですね、こっからは本当は15分ぐらいのフリートークがあるんですけども、シューマくんのは時間がそうですね、はい、はい、なので、まあこちらはあの僕ら2人で喋りつつ、はい、はい、あとシューマくんにはですね、はい、この後、帰って大阪の準備かな。うわ、水大学のね、そういや、なんかもっといっぱい話したかったんですけどね、うん、まあちょっと、あの、まあ期間もそんなにそんなにありなんで、もし機会があればまた、あとは LINE で LINE とかで、あの、ちょっとね、こちらが LINE したら、ちょっと忙しいんで、とか、まあ、ちょっとあるとは思いますけども、大阪色に染まっていくのかな。あったら、あったら次は大阪弁喋ってくかもしれないですね。何言うてはんのそれ京都じゃない。それ京都、それ京都。あ、京都。もう、あの、うちらの代わりにネギってください。ネギりは大阪の得意技ですね。ネギって買うっていうね、そう、はい、あれがね、得意技ですからね。ということで、動画で、見ていただいている皆さんはここでシューマくんとはお別れですが、この後も、おまけ放送、まあ、15分ほどありますので、こちらの方お付き合いしていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。そう、やっぱりね、シューマくんはね、いろいろ知ってますね。うん、はい、ということで、はい、おまけ放送というか、アフタートーク、はい、15分ほどちょっとしていければいいなと思っております。まあ、まあ、今日ちょっとシューマくんが出てくれて、いろんな話が、うん、聞きたい話とかも、うん、まあ、僕らの畑に近いところの人だから、まあ、そうですね、なかなかいないんで、まあ、うん、ちょっとね、なんかその収録する前も打ち合わせの後にいろいろこの映画の話みたいなね、制作の方の話をいろいろちょっとしたりとかして、うんうん、ああ参考になるなって思いながら聞いて、うんうんうん、あ、なるほど、そういう風にやってるんだとかね。そう、そうですね。でなんか僕らはなんかもうね、あの、叩き上げでやってるんでなんかエリートって感じがしましたね、うんうん、彼はね、うん、いや、まあでもいい話ができたのかなと思いますよ、うん、長い夜のみたいな年を重ねていくことに長くなるらしい。あれは、あ、さ、まあ、引き出し、ちいさんも、ちいさんもそうだし、そこに入れたのにね、引き出しいっぱい見るみたいな、どこかなみたいな、そう、でその大阪の話をちょうどしたじゃないですか、うん、ね、大阪のお店で個人店で長い方が美味しいみたいな話をしてて、うん、ああ、そういえばこんな話もあったってことですね、うん、昨日、おとついか、うん、おとつい、うん、ある方と僕焼肉を食べに行ってまして、はい、ずっとその人が気になってた焼肉さん、焼肉屋さんだったんですけど、だいぶ古い焼肉屋さんだったんで、うん、でも、うん、このすすきの界隈、あの古さでここまでやってるって美味しいんじゃねっていう話になって、その方程式がその人にあるみたいで、うん、古い焼肉屋さんうまいみたいな方程式があるみたいで、甘いな、焼肉を食べに行ったんですけども、うんうん、いや、美味しかったですよ。あ、美味しかった、正直言って美味しかったです。うん、ホルモン以外は、あ、ホルモンはね、ほんと千差万別なんですな、あれな、場所によってホルモンはね、やっぱり旭川民として、もう今札幌に住んでますけど、旭川民として生まれがね、旭川だからね、ババホールとか、うん、炭屋とか、うん、ありますんで、やっぱりホルモンにはちょっとうるさいですよ。金ちゃんのね、ホルモン金ちゃんね、ホルモン金ちゃんは札幌だからね、あれ。いや、でもね、あの、ホルモン金ちゃんのホルモン超うまいから。ああ、超うまい、そう、超うまい、あの、旭川のホルモンにちょっと近い。あ、だから、まあ、あれの元々のあれが炭鉱のね、あの、あれなんで、うんうん、あのね、味がないってなんだよね、あれ？と思って、うん？と思う、これは何だろうみたいな白いけど、ホルモンに見えるけどみたいな、
なんていう食べ物かなみたいな感じになっちゃうね。いやでもね、ミノかミノだったかな出してくれたんだけど、すっごいうまくて、ミノって焼くとすっごい硬くなっちゃうんですけど、うん、ある程度歯ごたえはある感じでプリッと食べれる感じのミノだったんですよ。うん、すっごい美味しくて、いやあそこはねミノ食いに行きたいみたいな。ね、そういう話をしてて、さっきもね、焼肉、俺がこうやって台本にね、焼肉って書いて、うん、こう後で喋ろうと思って、書いたら、うん、それをさっきタマさんがまあ見て、うん、焼肉って言って、うん、焼肉が食べたいと、ずっと言ってましたけど。いやもうね、ほんとね、最近めちゃ食うんですよね。なんかあの、しゃぶしゃぶ屋とか、うん、まあ、あの行って、もう、その次の日にはもう、焼肉食べてたりとか食べ放題で食べてたりとか、なんかおかしい、一日おきになんかすごいめっちゃ食ってんなみたいな、そういう時期なのかなみたいな時がありますね。春だからですか？春だからかな。これが冬眠焼きですか？ちょっとね、痩せなきゃいけないんだけどねみたいな。でもなんか肉だけ食べてたら逆に痩せるっていう。あ、まあそうですね、うん、なんだご飯とか、うん、麺とかを食べなければ、うん、炭水化物を取らなければ、うん、タンパク質なんで、うん、運動すれば運動するだけ筋肉になるっていう、うんうん、で、まあ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 、うん、でもどうだろう、一日おきに焼き肉食ったらそれは胃に脂がついちゃうかな。ね、うん、だから脳みそにも脂肪ついてきたんじゃないかな。プルンプルンしてきてんじゃないかなって思うぐらいのね。脳みそプルンプルンってそれ溝ないやつやん。元々か。いや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 、やばい、ね、ほんとね。お酒と肉でプルンプルンになっちゃう。うちの監督、脳みそプルプルやで。いやそれ言いたくないな。もう作品、こんな作品、脳みそプルプルじゃなきゃいないぞって言うんだけど。今ね、そうですね。やっぱ一般とはかけ離れた作品を作ります。ぶっ飛んでる。普通じゃいけないね、やっぱりそうですね。まあまあ、まあまあ、ある意味、1作目もぶっ飛んでますけどね、あれ。まあ常識の中にある非常識みたいな、ね、そうですね、うん、まあ、現実味はまだあるけど、まあまあ起こりえないであろうような事件というかね、まあ、あの、うん、起こってほしくないですけどね。まあ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 、何かあれば起こっちゃうんじゃないかなってぐらいの、そうそう、うん、まあそこにこう、あのすすきので学んだことがギュッと凝縮されてる。濃い、そう、女は怖いっていう。あの15分が約18分ぐらいですか。まあそうですね、18分ぐらいの作品で、すすきの怖さがギュッとこう、ギュッとこうね、詰まった感じで。まあ、今はまあ、いわゆる人間観察ですからね。いや、まあそうですね。作品を作るってことは、うん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 、人をどれだけ知ってるかっていう部分もあると思う。うん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 、こういう人がいたらこうだよな、とか、こういう人物設定みたいなのが大事。うん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 、よくなんかあの、漫画とかだと、あの、こういうキャラクターがいますって書いてあるときに、うん、あの僕が好きなあの、ジョジョ書いてる、あの、荒、うんうん、木ひろひろ先生とかは、こういう紙とかにもすごいもういっぱい書くみたいな、名前がどうで趣味がどうって何とかかんとか好きな色何色とかそういう全く出てこない設定も全部書いて、それを設定してるっていう、だそれをいうことによってキャラが生きてくるみたいなところがあるらしくて、なんかそういうやってる人はやってますね。漫画家の人とかは結構多いかもしれない。漫画ね、漫画家さんでこれっていう人があんまり、みんなね、あのジャンプから入りましたとか、うん、サンデーから入りましたとか、うん、まあその他もろもろ月刊誌、少年誌と言われるものから、うん、まあ少女漫画ね、チーズとか、うんうん、そういう人たちもいますけど、僕週刊誌で買った漫画って子供の頃コロコロしかなかった、うん、それ以外ジャンプもそう、サンデーもそう、あとなんだヤンジャンとか、うん、それ系も全部基本的に買わなくて、うん、あのね、コロコロのあの分厚さったら防具になるんですかね、あれ、うん、こうやってこうあの本巻きつけてここで包丁でうんってやったらいかないですかね、あれ。そのぐらいの分厚さがねあるっていう、あの新聞を貯めるあの袋があるじゃないですか、うん、で新聞のあのあれに出しちゃう、回収、うん、腰回収に出しちゃう、うん、あの袋にコロコロを入れると5冊ぐらいでいっぱいある。ほんとね、ゴミ出すの大変ですよ。あのコロコロこれぐらいでしょ、そうそう、1冊これぐらいあるから、うん、そう、俺らの時代なんてボンボンっていう似たようなやつ、あ、両方買ってる子供いたらもう大変です。そのうちの親はもう腰回収の
いっぱい出す、こまめに出さないと、もう本当に。あれボンボンってクロちゃん、いやもうね、草津戦士とか、いやそれもう新しいですよ。新しいんですか。ボンボン何やったかな、もう覚えてない。だって俺が小学生だからもう30年そっか30年以上前ですからね。もうそんなね、俺がコロコロで見てた時は、まあコロッケ、うん、あとは宇宙なんとか山田って、なんかね、あのギャグ漫画だったんですよ、うん、僕らはその頃だと、もうなんか多分みんな知ってるところで言うと、おこっちゃまくんとか、あと鶴ぴかはぎまるくんとか、ギャグ漫画系があれですよ、全盛期だよ。ドラえもんとかも持ってたの。ボンボンでドラえもん持ったんですよ。コロコロになったのっちゃう。あ、もうだって今ね、出せないから、小学館でしかあれは出せないから、コロコロ、うん、最近のコロコロは何やってるんでしょうね。まあでもなんかこの前問題になったじゃないですか。そうなんですか。あ、なんかそのコロコロの1コーナーで、うん、人間っていうか人の 肖像が、うんうん、あの教科書に、うん、みんなやるじゃないですか、うん、教科書に、国語の教科書の後ろの作者、うん、この人だよって写真にこういたずら書きするやつ、うん、あれ芸術的なアートじゃないですか。ああいうコーナーがあるんですけど、うん、あれにチンギスハンかなんかを載せて書かせたっけ、中あのモンゴル中国の人たちが怒っちゃって、なるほどね、大事な人に何しとるんじゃっていうのを、そう、一元をバカにするなと、そうみたいな感じで問題になっちゃったいやもうそれは大変な話ですけど、まあまあ、でもさ、小学生いやまあそうですけどね、いやそれをなんかあのその出版社がね載せちゃったのがためにみたいな、あ、ね、そうなるとやっぱり国的な全体的な問題になってしまうというのは、モラル的なね部分の話になっちゃうのかなみたいなね。それを言われたらもうね、あの某国の方々はこう日本をこう、まあ、文字とものとかもね作ってますけど、まあ、僕はでもね思うんです、なんかあの国道というよりは個人だと人間だって別に何人だろうといい人はいい人だし、うん、ダメな人はダメな人だしみたいな感じじゃないですか。まあ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 、うんうん、まあね、あの反日とかって言われる方たちって、うん、実は韓国の方たちのごく一部だった、うん、報道とかで、うん、それが全体的な報道だよって言って報道者っていう、うん、マスメディアとかもあるっていう話ですからね、うんうん、僕はもうね、全人類と愛し合いたい愛し合いたいよ、うん、俺は全人類よりきついなやっぱちょっとこう政治的に危ないかなと思丸いコメントで丸めておきました。いや、いろいろとこ言ってからいやもう、ね、まあまあでもね、そうやって、うん、まあまあね、出版社がねっていう、まあ、でこの前僕ちょっとあるものでしね見たんですけども、ヒカルの碁、うん、最後どうなったか知ってます？確か選手が韓国で、で結局負けたのかな、いやちょっと覚えてないな。そう、あの、いや、合ってるんですよ。サイが死んじゃって、うん、死んでも、はい、もう死んでるけど、いなくなっちゃって、で、あの主人公が、まあ、国別対抗のやつで、韓国の人たちと、あ、韓国かな、と当たるっていう試合で、俺を無理やり首相にしろって言って懇願までして首相になったっけ負けたっていう、ジャンプで基本ありえないようなストーリー展開だ、うん、ジャンプ、うん、サンデーかな、あれはストーリー展開、ジャンプあれは展開なんですけど、実は裏で韓国の人たちからお前らより、お前らに負けるわけないじゃんっていう圧力があったんじゃないかと言われてる、あの、まあ、あったんじゃないかですよね、あれは、うん、ここらに都市伝説の話です。そう、いやでも都市伝説でそれを見て、はい、あら、だからああいう終わりで、でしかもあれで負けて終了ってなかなかないじゃないですか、うん、ジャンプとかって負けた、それでももう一回他の試合で戦って勝つっていうのが、まあ王道的な、うん、あれじゃないですか。でも
あれで負けてから継続した継続っていうかあれはないんですよ、うん、光の棒ってそのあれで終わっちゃってるんですよ、うん、その辺で終わってた気がする。実は何かあったんじゃないかっていう裏話が。いやでもなんかやっぱ漫画家さんって書くものによってはあの外部の圧力を受けるんだなっていう、うん、思いますよね、うんうん、なんかそういうあまあまあそうね、あの牛島くんとかもそうですしなんかちょっと深くこうね、そういう触れてはいけない、触れてはいけない世界に行っちゃうと、まあそこはね、狙われてなっていう。あうちらもちょっと気をつけながら、そうそう、ね、やっていかない、気をつけないとブーちゃん、マリアキになっちゃうから怖い怖い。まあ、ということで、まあ、最後はこんな話になってしまいますけどもね、約15分ぐらい、あと5分ぐらいで、たぶんこう、この9ぐらいだったと思うんですけど、1、9ぐらいだった。4だから、4ぐらいだった。もう、だから、締めますよ。あ、はい。締めちゃいますよ。その辺の時間。はい、ということでですね、まあ、今回、ゲストさんが、まあ、シュマ君として、はい、まあ、来てくれまして、うん、ゲストさんが、はい、このフリートーク、おまけ放送に、ちょっと厳しかった、うん、時にはですね、まあまあ、2人でこうやって15分ぐらい喋っていこうかなと思っておりますんで、うん、まあ、今後も見ていただければ。あとはですね、4月、うん、ないです、おまけ放送多分。ないね。1時間で放送終了です。ただ、はい、もしかしたら、はい、別でやってるかもしれない。まあ、別で飲み放送みたいになってるかもしれない。それはあるかもしれない。で、多分ですよ、うん、次、ラジオ公開録音とか言ってますが、うん、飲んでます。きっと僕らの想像上、飲んでます。もう、そうね。酒が飲めるぞってもう朝から夜からもうニコ生三昧ですよね。そうね、酒が飲める幸せですね。そう、ニコ生三昧、酒三昧死三昧ということでですね、まあまあ4月はそんな感じでですね、次回4月の29日夜の10時、うん、夜の22時から、うん、まあ、このラジオは動画付きで生放送で、放送していこうかなと思っておりますので、そちらの方も聞いただければ嬉しいなと思いますということですね。まあ、はい、メールはそのまま、お待ちしております。はい、はい、なのでその時ラジオやってる時にも一応メール確認はしようかなと思っておりますので、はい、はい、どしどしメールいただければ嬉しいなと思います。で、まあ、後日動画もアップされますので、このままのその公開録音は多分そのまんまアップになるのかな、うん、ちょっとわかんないですけど、まあ、いやまあなるんでしょうね、多分まあ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 、YouTube の方にもアップはされますの で、 そ、 です、ね、はいはい、そちらの方も楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。ということでですね、はい、最後にメールアドレスの方ももう一回、はい、確認をしてから、はい、お別れになる、お別れかなというところですね。メールアドレス、はい、紹介したいですが、はい、タマ様にここでは台本には載せてないですが、おお、なんだ毎回、はい、僕が読んでるので、今回はおタマ様がメールアドレスを紹介してもらおうかなと思っております。おい、やりますよ、イケボでね。アドレスはドルナマラジオ@yahooco.jp、 ドルナマラジオyahooco.jp。 待って、それじゃメールは届かない。あ、どこ、メールが届かない、メールが届かない。アドレスはドルナマラジオ@yahoo.co.jp。 あ、ドットがね、なかったね。これじゃ、届け先が分かりませんって書いてちゃう。書いてちゃう、はい、あーってなっちゃうね。はい、というわけで、あ、もう一回最初から、はい、そうですね。もう一回言った方がいいかなと思いますよ。やるの、もう一回だって、間違ったメールアドレスになってますからね。あー、じゃあアドレスはドルナマラジオ@yahoo.co.jp、 ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO、 ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO で、こちらへまし
食っちゃいます最後よしということでですね、はい、おまけ放送もここら辺で終了ということで、はい、次回はラジオ的には4月の29日、はい、夜の10時、はい、22時より、はい、僕らの意識があったりやりますんで絶対やります絶対やりますからね東京本当楽しみなんでどう飲み明かしてるかちょっと分かんないですけどもまあまあまあ、 あの放送はしますんでもしよければ、放送を見ていただければ嬉しいなと思います、はい、で、はい、放送の前に、はい、一応ツイッターの方でこれから放送するよっていう情報も、まあね、はい、配信できればなと思っております。もしかしたらそうですね、ちょっと自己的なあれで、はい、この時間帯ちょっと遅れるかもっていう可能性がなきにしもあらず、うん、正直言って、そうですね、まあなんでかって決まってないから、うん、うん、あの東京での行動は決まってないのであれなんですけども基本的にはこの時間に放送しようかなと思っておりますんで、はい、楽しみに待っていただければ嬉しいなと思います。はい。では今日のどんなまラジオ第3夜、はい、これにて終了。終了です。したっけ？一つ大事なことをね、やるより大事なことを思い出す。